今年1年の諸行繁栄を願う伝統神事芝の御入が11日高浜町の聖海神社で行われました。毎年2月11日に行われている芝の御入は聖海神社に古くから伝わる伝統神事で県の無形民俗文化財に指定されています。神事ではまずお祓いが行われた後、芝神主と呼ばれる当番役の山本仁さんが祝詞を3節に分けて読み上げました。氏子らは祝詞が1節読み上げられるごとに歓声を上げながら芝神主の背中を芝で叩いていきました。獅子猿に至るまで草々の災いは千里の外に引き払って取らす。使われている芝は樫や榊の枝葉に稲穂を結んだもので、神主を叩くことで芝に神の力が移るとされています。神事では叩いて落ちる芝の量が多いほど稲の実の入りが良くなると伝えられていて、氏子らは力いっぱい芝神主を叩き、今年一年の豊漁豊作を願っていました。なお神事で使われた芝は氏子らが持ち帰り、田畑に立てて五穀豊穣を願います。